ルチョじゃねえよ。コウジロウ、カズ、アドス、バンちゃん、リーダーズ。本日のゲストはバンドリュウジさんです。イエーイ。そんなバンドさんを招いて、はい、本日やる企画は、はい、元同僚香川さんと乾さんのことをバンドさんに語ってもらおう。はい、J アイコニックモーメントシリーズでですね、香川さんとね、乾、はい、さんが登場されるので、ね、はい、それを記念してね、元チームメイトだったバンドさんにね、いろいろ聞いちゃおうというコーナーでございます。なるほど、J アイコニックモーメントシリーズ。いいですね。いやいや、だからその海外にね、こうやって行った選手がもともと J リーグでやってたんやっていう感じで、こうやって出るっていうのはね、確かにいいことですよね。そうです。だって知らない子供たちがいるんじゃない。そうですね。ね、そのまま新人の板橋が日本にやってたのかみたいな。確かに。もう使える使えないわ、はい、ほら、はい、まず聞かれたことに対しては思い出を語ってみるという形になります。ありがとうございます。それではやっていきまーす。シーザー、シンジ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 。最初の質問、僕からいいですか。どうぞどうぞどうぞ。一緒に練習やら、練習、試合やら、はい、全部含めてですね、はい、乾さんと香川さん、どんな選手に。あー、叫ばれてました。あー、すごい選手たちやん。どんなもんやねん。行きました、はい、すごいね。やっぱ練習で最初、パッと見ないと、うまい、トラップうまい、パスもうまい、ドリブルもできる。シンジはより狭い中で、あのドリブルもしたりとかパスも出せたりとかする、はい、乾はやっぱりトラップももちろんうまい。でドリブルやっぱ速いっていうよりかはドリブルのタイミングとか、角度がいいからなかなか選手が取れない。でこれはね、一人一人がもちろんいい選手、交わると、ややこしいな。ややこしい。これはややこしい。これはね、本当にね、ぜひともね、皆さんにね、もしこの2人がね、はい、一緒のチームでやれるこの、J アイコニックシリーズでやれることがあったら、はい、この2人のコンビネーションをぜひ、ね、使ってみてほしい。いや、それぐらいやっぱ、あ、こんなにいいコンビネーションやるんやみたいなのは、その本当に、2010年最終移籍して思ったこと。みんなボール取れへんもん、やっぱり。2人ともサイド。いや、その時はワントップがいて、はい、最初ツーシャドウ、ツーシャドウ、でもこれがあんまりうまくいかへんくて、ワントップがいて、香川真司がトップ下、はいはい、左が乾、右が家長。うわー、これまたね、これまた本当にこの3人で、まあ言うたら全部やってくるんで、パス回しかないやつ、はい、俺はもう前でこうやってもうひたすらもうボーッとしてで、最後のゴール前の時においまあまあ言ったら俺がワントップで操ってたみたいな。やろ、思っとしてたのに。そうそうそう、操ってる風やでも意外っすよね、その乾選手がスピードじゃないって、うん、僕らはめちゃくちゃ足速くてドリブル速くてっていうイメージですけど、そうじゃないんですよ。乾とかは多分普通の走った速さと、はい、ボール持っての速さ一緒やと思う、はい、でなおかつスタミナがあるから前から後ろからずっと走っとける。90分間ずっと走っとける。すごいな。練習でもやっぱ走る練習とかあるわけよ、はい、でそれをやっぱまあ俺もこうやってやるけど、でもあいつらずっと走っとける。へー、結構きつい練習で、あのこう息が上がる大変やっていう中でも彼らはもう平然としてやってるから、相手がもう70分ぐらいとか落ちてきた時にもう取り分けやるから、ね、なるほど。プラス若さがあって、そう、そまだ21ぐらいやったんですね。じゃあ自分から、はい、オッケー。バンドさんの2人を見て、はい、試合で見せた2人の一番印象のことはグレー。あー、シンジが最後に日本でやった試合、その時も半年ぐらいしか最後日本で、あのそこから出るまでやってなかったんだけど、結構こうそこまでも点取ってたけど、この最後の試合でゴールを確か2ゴール決めたんだな。そう、最後の試合俺もスタメンやん。はい、で最後の試合先制点決めてんねん。おお、香川真司最後の試合、はい、もう鼻向けやんという形
か、はい、シンジが練習でフリーキックなんか蹴ったこともなかったのに、はい、バシッ、蹴るのシンジみたいな、蹴る選手もなんかまあ定まってなかったし、あで、シンジが最後の試合っていうのはみんな分かってるから、なんかもうシンジがもう俺が蹴るみたいな、まあ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 最後やしなと、まあまあ花持たせたろうかと、まあ好きに蹴ってみろと、どうせ入らんやろバシッと決めてきた、おおやっぱこういうとこで決めるんだ勝負強さ、スターになるという、ね、選手っていうのはやっぱ決めどころっていうのはあるからさ、こうやってこうスターになっていくかなみたいな感じだったら、そのあと PK を取って、はい、PK も蹴るんですかとバシッと決めて、これも勝利してすげえ飛び立っていきました、ドイツの方に飛び立っていきました、すごいかっけえな。乾で言うと、はい、この試合でこれっていうのはあんま覚えてないけど、はい、そのシンジが、ドイツに行った1年後に多分タカシも、はい、ドイツに行って、はいはい、シンジがいなくなってからこの1年、はい、でもタカシが自分がやっぱやらなかった、しかもやっぱまあライバル同じでライバルの香川シンジがドイツに行って、はい、でドイツでまた活躍してるから、うん、そうですね、俺もやらなかったってなって、はい、またあいつの気持ちも含めて1年上がったわけ、そうなった時の練習ね、毎日の練習、もう乾止められなかったですね、もうキレキレのドリブルでシュートも全部入るし、こうやって若い選手たちは成長して海外に飛び立っていくんやなそういう風に本当思ったね、飛び立っていくやつらのもうこの瞬間みたいなやつが見れて、すごい幸せやったね、すごいタイミングですよね、でもそんなこう経験とかできるからさ、そうね、うん、まだまだ若いわけやん、でもそのあんま分からへんわけよ、例えばメディアの対応とか、はい、分かるわけよ、高橋さん、みんなどうでしたか、あ、もうボソボソ言って、いや、前違うっめちゃくちゃうまそうですよねメディアの人、これはやっぱ自分をちゃんと伝えてくれる人たちやと、はい、でそれをちゃんと取ってもらって、それがいろんな人に見てもらったら、価値も、はい、存在も上がるから、ね、だからちゃんと、なれよと、もっとこう写真もね、こうやってこう撮るんじゃなくて、もっとビシッとして、あ、周りにちゃんと写っていいもんがあるのかとか、そんな写った方がいいのかとか、ちゃんと考えろとか、でも、やっぱあいつが何がいいって、やっぱちゃんとそれを聞く、あ、ちゃんと聞く耳を持ってる、ちゃんと取り入れてやってるから、今もあんだけ作れるんですよね。そうですよね。香川選手、乾選手のやらかしエピソードというか、こいつらこれ、やりよったぞこの話まだしてねえぞと、なんかないっすよ、ね、一つ、乾隆が移籍する前ぐらい、はい、ドイツに、はい、もう自分がどうにかしてなあかん、はい、でも不甲斐ないプレーした、で途中で帰られた、はい、本人、はい、本人からしたらやっぱ自分はもう絶対このチームだけに勝たさないといけないみたいな感じになってて、帰られたからちょっとなんかやっぱむしゃくしゃしたんやな、はい、まあまあ普通交代したらベンチとかに座ったりとかせなあかんけど、はい、もうその怒ってロッカーに帰って、ちょっとこうなんかこうなんかこうバーンってやってもらったんやな、はい、でちょっと物が壊れてもらって、はい、でもう試合終わってからもちょっと監督も怒る、はい、でクラブもちょっと怒る、はい、でもう乾もうお前そんなんやったらみたいな感じにちょっとなってもうたんだよ、もう修羅場よちょっと、でもうまあ行くっていうのはほぼ決まりかけてる感じやから、はい、俺ら選手からしてもいやええ感じで行ってほしい、はい、そうですね、そうですね、結構その選手たちでこうなったらしょうがないけど、もう一回やっぱ謝って、はい、チームみんなで繋がっていこうよみたいなのを監督とかクラブに言ったりとか、はい、犬に話したりとかして、でまずそこで丸く収まって、そっからまたチームもいい感じになって、すごい飛び立っていけた、すごいこれ貴重な話だよ、シンジはね、まだ J2 やったら何試合も出て、まあ、本人も自分がどうにかすんなみたいな感じだった J2、はいはい、でこうロッカー入ってきた時になんかもうこんなんじゃあかんみたいな、10代ぐらいのシンジが言って、もうそれやったらもう今俺がこのポジションやってるけど、このポジションやったりこのポジションやったりもう他の人はこれやったりとかって、なんかもうちょっとやっぱここって言っちゃったみたいな、こうじゃ監督がおいみたいな、それはお前の仕事じゃないやろって怒られて、はいはい、なんか一回その試合も交代させられたとか、そういうしたらしいんやん、
けど、でもまあそれも後々話し合って仲良くなって、監督からしたら、いや新次があれで強い気持ちを持ってくれたのは俺は良かった、まあ、こうやって選手が成長していくんやみたいな感じやったらしいけど、それが香川新次の新しい書籍に書いてありますから。あれ？なんか今ちょっと話聞いてて、バンドさん横におらんなさいよね。それだけやっぱ熱い思いを二人ともサッカーに対して持ってるし、ね、まあ乾も慎二も日本に帰ってきた。そう、それこそ練習に参加する。いや、そうですよね。よく見ます。うん、それがすごい。そうやったらもうオフなんて休みたいな。はい、そうです、ね。もう一目散に休みたいのに、うん、奴らは来て。練習して、それがやっぱりね、あれだけのところに行くような、この理由やと思う。もうサッカーも好きやん、ね、ちょっと帽子かいてる？いやいや、帽子なんて少ないじゃん。足りない。おー、十字架っていうさ、バッテリーが切れるまでさ。バドさん、本日はお忙しい中、はい、お越しくださり、誠にありがとうございました。ありがとうございました。お話をありがとうございます。そしてですね、例えば J アイコニックモーメントシリーズにですね、今の J アイコニックモーメントシリーズに乾隆さんが、ね、登場しております。日本人の活躍した選手たちが登場されますので、ぜひこの機会でゲットしましょう。いや、ゲットしてほしいですね、これは。バンドさんが言ってくださったようにね、こうね、使ってみて、コミュニケーションして、すごいコンビネーションやね。日本人抜き去りたいよね。いや、すごいよ、本当に。これからね、どんどんいろんな日本人選手が登場予定でございますので、うん、チェックの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみ。ボンサーからあるかもしれない。ボンサーある。でですね、バンドさんの YouTube チャンネル、はい、ぜひ、概要欄に記載しておりますので、バンザイ、バンザイやって、バンザイ、チェックしましょう。はい、お願いします。お願いします。お願いします。ということで、この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画でもお会いしましょう。せーの、いざ。